去年は人数が揃ってなくて十分な状態で試合もできていなかったので、今年初めてやってやろうっていう気持ちでできてよかったです。同じ中学校からずっと一緒にやっていた三好さんからボールが来たので絶対決めてやろうっていう気持ちで、まだインターハイというのを経験したことがないので、今回の大会で力をつけて来年の大会でもさらにいい結果を出せるように経験を積んでこようと思います。